岡本喜道作、半七鳥物町より、弁天娘。一、安政と年号の改まった年の三月十八日であった。半七はこれから昼飯を食って、浅草の三社祭りを見物に出かけようかと思っているところへ、三十五六の男が訪ねてきた。 彼は、神田の名人下の山城屋という七屋の番頭で、李平という白ネズミであることを、半七はかねて知っていた。なんだかお天気がはっきりしないので困ります。せっかくの三者様も、昨日の読谷はとうとう降られてしまいました。今日もどうでございましょうか。と、李平は言った。全くいけませんでしたね。 降っても構わずにやるというから、私もこれからちょいと行ってみようかと思っているんですがね。少し雲切れがしているから、昼過ぎからは明るくなるかと思いますが、何しろ花時ですから不安心ですよ。半分開けてある窓の間から、半七は薄明るくなった空を眺めると、李平は少しもじもじしていた。では、 これから浅草へお出かけになるのでございますかお祭りが今年はなかなか賑やかにできたそうですからね。それに一軒呼ばれているうちがありますから。まあちょいと顔出しをしなくっても悪かろうと思って。と、半七は笑っていた。はあ、さようでございますか。李平はやはりもじもじしながらタバコを飲んでいた。 それが何やら死災ありそうにも見えたので、半七の方から切り出した。番頭さん、何かご用ですかえはい、と、李平はやはり躊躇していた。実は少々お願い申したいことがあって出ましたのでございますが、お出先のお邪魔をいたしては悪うございますから、夜分か妙朝。 また出直して伺うことにいたしましょうかと存じます。何構いませんよ。もともとお祭り見物で、一時半時を争うようじゃないんですから。なんだか知らないが伺おうじゃありませんか。お前さんも忙しい体でいくたびも出てくるのは迷惑でしょうから、遠慮なく話してください。お差し支えございますまいか。ちっとも構いません。 一体どんな御用です何かご商売上のことですかと半七は催促するように聞いた。いつの時代でも七物都政は主樹の犯罪事件と逃れぬ関係を持っているので半七は今この番頭の死災ありげな顔色を見てそれが何かの事件に絡んでいるのではないかと直覚した。しかし李平はまだ躊躇しているようで すぐには口を切らなかった。番頭さん、ひどく難しいお話らしゅうござんすね。と、半七は冗談らしく笑った。お前さん、何か生き事ですかえそれだと少し辻番が違うが、まあお話しなさい。何でも聞きますから。どういたしまして、ご冗談を。 李平は頭を押さえながら苦笑いをした。そういう派手なお話だとよろしいのでございますがご承知のとおり野暮な人間でございましてい,いえ実は親分さんほかのことではございませんが少々お知恵を拝借したいと存じましてお忙しいところを甚ははだご迷惑とも存じますので手前もいろいろ考えたのでございますが。 前置きばかりがとかく長いので、半七も少しじれてきた。彼は再び窓の方を見返って、わざとらしく水差しのキセルをポンポンと強くたたくと、その音に脅かされたように、李平は形を改めた。親分さん、手前はとかく口下手で困りますので、まあお聞きください。手前自身のことではございませんので、実は、 主人の店に少々面倒なことが起こりまして。ふん、お店でどうしましたご存知かどうか知りませんが、主人の店に徳次郎という小僧がございます。今年16で近いうちに前髪を取ることになっております。それがなんだかわからないような病気で、昨日亡くなりましたのでございます。やれやれ、 かわいそうに、どんな小僧さんだかよく覚えていないが、なにしろ十五や十六で死んじゃ気の毒だ。ところで、それがどうかしたんですかえ徳次郎は半月ほど前から、急に甲虫が腫れふさがりまして、口をきくことができなくなりました。出入りの医者に手当てをしてもらいましたが、だんだん悪くなりますばかりで、 よんどころなく籠に乗せまして、ひとまず宿へ下げましたのでございます。宿は本所あいおい町の徳造という魚屋で、普段からしごく実定な人間でございます。ところが宿へ帰りましてから、徳次郎の模様がいよいよ悪くなりまして、とうとう昨日の八つごろ午後二時に息を引き取ったそうで。 まことにいたしましたそれもまあ寿命なら致し方ないのでございますが当人がいよいよ息を引き取ります時回らない下で何か申しましたそうで言いかけて李平はまた躊躇したどんなことを言ったんですと半七は追いかけて聞いたそれがお前さん 徳次郎が死に際に「私は店のおこのさんに殺されたのだ」と申したそうでと利平は小声で答えた「おこのというのは山城屋の一人娘で町内でも評判の器量よしであるがどういうわけか遠遠くて二十六七になるまで白羽の生娘であったそれがためにとかくよくない噂が生み出されて おこのは弁天娘というあだ名で呼ばれていた。しかもそれが普通に用いられる良い意味ではないので、山城屋の親たちもよほどそれを苦に病んでいるらしかった。それらの事情は半七もかねて知っていたが、そのおこのがどうして小僧を殺したか、彼もさすがに早速の判断を下すことができなかった。その思案の顔色を伺いながら、 りは続けて語り出したし徳次郎が病気になりましたのはちょうどおひな様の酔いゼックの晩からでございましてほかの奉公人の話によりますと夕方からなんだか甲虫が痛むとかもして夜食もろくろくに食べなかったそうでございますそれが夜明けごろからいよいよ激しく痛みだして明日の朝には 口中が腫れふさがってしまいました。口を利くことはもちろん、湯も粥も薬も何にも通らなくなりまして、しまいには顔一面が化け物のように赤く腫れ上がってしまいました。従って、熱が出る、うなる、苦しむというわけで、医者も手のつけようがないような始末になりましたので、主人はもちろん、 手前どももいろいろと心配いたしまして、とうとう宿の方へ下げることにいたしましたのでございます。こんな病気になるについては、何か自分で心当たりがないかと、病中にもたびたび聞きましたが、ただうなっているばかりで何にも申しませんでした。それが宿へ帰ってから、どうしてそんなことを申したのか。 少し不思議にも思われますが、何しろおこのさんが殺した謎とは、実にとんでもないことで、今朝ほど宿元から徳造が参りまして、仏の遺言というのを盾にとって、どうも面倒なことを申します。その徳造というのは親父ですかえいえ、徳次郎の兄でございます。 おやじもおふくろもとうにぼしまして、ただいまでは兄の徳蔵、確か二十五だと聞いております。それがうちの方をやっているのでございます。ふだんは正直でおとなしい男ですが、今日は人間がまるで変わったようでございまして、いくら主人の娘でもむやみに奉公人を殺して済むかというようなひどい剣幕のかけ合いに、 しただいまも申し上げるとおり、手前の方におりますときにはちっとも口の利けなかった病人が、うちへ帰ってからどうしてそんなことを言いましたか。どうもそこがうろんなのでございますが。徳造は確かにそう言ったと申します。いわば水掛け論で、 こちらではあくまでも知らないと突き放してしまえばまあそれまでのようなものでございますが何分にも世間の外文もございますので手前どもが気を痛めておりますお察し申しますと半七はうなずいたそりゃあお困りでしょうもちろん手前方でも相当の弔い量を使わすつもりでおりますがどうもその 相手方の申し状が法外でございまして、どうしても三百両よこせ。さもなければ、おこのさんを下手人に訴えると申すのでございます。それもおこのさんが確かに殺したものならば、百両が千両でも素直に出しますが、今もうストーリーの水掛け論で、こちらから疑えば、まあ、ゆすりとも言い,いがかりとも、 思われないこともございません。主人に代わって手前が対談いたしまして、まず十五両か二十両で区切ろうと存じたのでございますが、相手がどうしても承知いたしません。とどのつまりが当座の弔い料と申し、三両だけ受け取りまして、いずれ弔いのみ次第改めて掛け合いに来ると言って帰りましたが、親分さん、 これはどうしたものでございましょう。山城屋も相当の身代ではあるが、三百両といえば大金である。まして、因縁をつけられて、何の思才もなしにその大金を搾り取られるのは迷惑であろう。李平がどうしたものであろうと相談をかけるのも、所詮は半七の力を借りて、何とか相手を押さえつけてもらいたい下心であることは、よくわかっていた。 役目の意向を傘に来て、金銭上の問題にかかり合うのは、自分の最も嫌うところであるので、ただそれだけの相談ならば、半七は何とか言って断ってしまいたいと思ったが、悲惨の死を遂げた徳次郎という小僧の遺言が、嘘か本当か、またその兄の徳造の後ろには、誰か意図を操っているものがあるかないか。 それらの秘密を探り出してみたいという念もあったので、彼はしばらく考えた後に、李平に聞いた。番頭さん、一体あの、おこのさんという子は、なぜいつまでも一人でいるんですね。いい子だけれども、惜しいことにちっとうが立ってしまいましたね。そうでございますよ。李平も顔をしかめていた。 番頭の説明によると世間の噂はみは皆根も葉もないことで山城屋の娘は単に不運というに過ぎないのであったおこのは一人娘であるので幼い時から親類の男の子をもらってゆくゆくは二人を一緒にする心組であったところがその男の子はある年の夏大川へ泳ぎに行って溺死した それはその子が十四で、おこのが十一の年の出来事であったが、それが不運の始まりで、その後、おこのと婚礼の約束をしたものは、まだ結納の取り交わせも済まないうちに、どれも皆変死を遂げたのである。それが最初から数えると四人で、しかも最後の男は十九の年に乱心して、自分の家の物置で首をくくって死んだ。 こういう不思議な巡り合わせがおこのを遠道くしてしまったので、他には何の死災もない。しかし世間の口はうるさいもので、それらの事情を知っている者は、おこのには一種のたたりがあると言い,い、事情を知らない者は、おこのが六六尾であるとか、あんどんの油を舐めるとか言いふらすので、さなきだに遠道い彼女を、 いよいよすたりものにしてしまったのである。その中でも最も多数の人に信じられているのは彼女が弁天様の申し子であるという説で弁天娘のあだ名はそれから作られたのであった。山城屋の夫婦はいつまでもこのないのを悲しんで近所の忍ばずの弁天堂に三七日の間日散して初めて儲けたのがおこのであった。 弁天様から授けられた子であるから、やはり弁天様と同じように、いつまでも独り身でいなければならない。それが男を求めようとするために、弁天様の嫉妬の怒りに触れて、相手の男はことごとく滅ぼされてしまうのであるというので、弁天娘の美しそうな異名も、彼女にとっては恐ろしい呪いの名であった。 よもやとそれを打ち消す人たちも、おこのが弁天様の申し子であるという事実を否認するわけにはいかなかった。で、弁天堂へ日産を始めてから、山城屋の女房が解体しておこのを産み落としたのは事実であると、李平は言った。何しろ困ったものでございます。と、彼は語り終わってため息をついた。 こう花茶の湯から、ことじゃみせんの湯芸まで、皆一通りは心得ていますし、器量はよし、生まれつきおとなしく、まず申し分はないのでございますが、右の一件でどうにもなりません。開けてもう二十七になります。一人娘ではあり、そういうわけでございますから、親たちもひとしお不憫が加わりまして、 それはそれは大切に可愛がっているのでございます。それでも当人は人出入りの多い店の方にいるのを嫌がりまして、このごろでは裏の隠居所の方に引っ込んで、今年八十一になります女隠居と二人で暮らしております。その隠居所には隠居さんと娘の他に誰もいないんですかと半七は聞いた。 三度の食べ物は店の方から運ばせますが、他にん女を一人やってございます。それはお熊と申しまして、まだ十五の山出しで、一向に役にも立ちません。隠居さんも八十一とは、随分著名ですね。はい、めでたい方でございます。しかし何分にも年でございますから、このごろは耳も目も疎くなりまして、 耳の方は、つんぼう同様でございます。そうでしょうね。役に立たない子女と、目も耳も疎い隠居ばあさんと、縁遠い気量よしの娘と、この三人を組み合わせて、半七は何か考えていたが、やがて静かに言い出した。何しろ困ったことだ。そのままにしても置かれますまいから、まあなんとかしてみましょう。 そこで、娘は無論そのことを知っているんでしょうね。徳次郎の死んだことは知っておりますが、それについて兄が掛け合いに参りましたことは、まだ当人の耳へは入れてございません。たとう嘘にもしろ、自分が殺したなぞと言われたことが当人に聞こえましては、どうもよくあるまいと存じまして、まだ何も聞かさないようにいたしております。 わかりましたじゃあまあそのつもりでやってみましょう。だが番頭さん隠居所の方へは誰か気の利いたものをもう一人やっておく方がようござんすね。そうでございましょうか。その方が無事でしょうよ。はい」と李平はなんだか飲み込めないような顔をしてうなずいた。では何分よろしく願います。 つまり、おこのさんが確かに小僧を殺したか殺さないかが分かればいいんでしょうそれさえ分かれば水かけ論じゃねえ。こっちが立派に言い開きができるんですから。金のことなどはどうとも話がつくでしょう。さようでございます。やっぱりご相談を願いに出てよろしゅうございました。では、くれぐれもお願い申します。に一方の李平は、 繰り返して頼んで帰った。こうなると、三社祭りなどは二の次にして、半七はまず山城屋の問題を研究しなければならなかった。徳次郎という小僧は果たして山城屋の娘に殺されたのか、あるいは誰かその兄貴の尻おしをして、山城屋に対して根もない言いがかりをしたのか。 半七は昼飯を食いながらいろいろに考えた。山城屋さんに面倒なことでもできたんですかと女房のおせんは禅を引きながら聞いた。うん。だが大して難しいこともあるめ。俺はこれから玄庵さんのところへ行ってくるから着物を出してくれ。箸を置くとすぐに着物を着替えて 半七は傘を持って表へ出ると、雨はまだ未練らしく涙を降らしていたが、だんだん剥げてくる雲の間からは、薄い日の光が柔らかに流れ出してきた。近所の屋根では、雀の鳴く声も聞こえた。玄庵は、町内に住んでいる町医者で、半七はかねて心安くしているので、参考のためにまずそれを尋ねて、 甲虫の病気についていろいろの容体や、領事法などを聞きただした上で、さらに、あいおい町の徳造のうちを訪ねていくと、柳原土手へ差し掛かる頃に空は全く明るくなって、濡れた柳の雫が光りながらこぼれているのも春らしかった。両国橋を渡って本所へ入ると、徳造の家はあいおい町二丁目にあった。 間口は狭いがともかくも表棚で今日はもちろん商売を休んでいるらしかった近所の荒物屋で聞くと徳蔵は乙女という女房と二人暮らしで徳蔵が藩代を担いで商売に出た留守は乙女が店の商いをしているのであった亭主もよく稼ぎ女房も海外しく働くので小金は貯めているらしい あの人たちは今に新生を死い出すであろうと、荒物屋の女将さんは羨ましそうに話した。徳造の女房は、吉原の貸し店の勤め上がりで、年明けの後に徳造のところへ転げ込んできたのである。亭主よりも四つ年上で、今年二十九になるが、商売上がりには珍しいくらいに海外しい女で、なりにもふりにも構わずに、 朝から晩までよく働く。徳さんはいい女将さんをもって幸せだと、これも近所に羨まれているとのことであった。半七は荒物屋を出て、さらに他のうちで聞いてみたが、近所の噂は皆一致していて、誰も魚屋の夫婦を悪く言うものはなかった。それほど評判のいい徳造が根もないことを言いがかりにして、 弟の主人の店へねじ込んでいこうとは思われなかったが、それにしても三百両という大金をねだるのは少し法外であると半七は思った。もちろん人の命に相場はない。千両万両と言われても仕方がないのであるが、それほど正直者の徳造が自分の方から金高を切り出して、ゆすりがましいことを言いかけるのが、 どうも飲み込めないように思われてならなかった。この上は正面から魚屋へ押しかけて、徳造夫婦の様子を探るより他はないと思ったので、半七はそこらの紙屋へ寄って、黒い水引きと紙等を買って香典の包みをこしらえた。それを懐にして徳造の店へ行くと、狭いうちの中には近所の人らしいのが五六人詰めかけていて、 先行の匂いが家中に漂っていた。ごめんなさい。声をかけると一人の女が立ってきた。三十に近い色の青白い痩せぎすの女房で、それが乙女であるらしいことを半七はすぐに見てとった。こちらは魚屋の徳造さんでございますか。はい。と女は丁寧に答えた。 ご亭主はおうちですか宿はただいま出ましてございます。さようでございますか」と半七はちゅうちょしながら言いだした。実は私は外神田の山城さんの町内にいるものでございますが承ればこちらの徳次郎さんはどうも飛んだことで。 私もご近所で、徳次郎さんとは普段からご懇意にいたしておりましたので、ちょっとお線香をあげに出ました。それはそれはありがとうございます。汚いところでございますが、どうぞこちらへ。女はちょっと目を拭きながら、半七を家しょうちへ生じ入れた。どこで借りてきたのか、小切れいな枕屏風が北に立て回されて、 そこには徳次郎の死骸が横たえてあった。半七は型の通りに線香を捧げ、香典を備えて、それから死骸の枕元へ這いおった。顔にかけてある手ぬぐいを少しまくって、彼はその死に顔をちょっと覗いて、隅の方へ引き下がると、乙女は茶を持ってきて、再び丁寧に会釈し,した。おなじみがいにどうも。 ありがとうございました。仏もさぞ喜ぶでございましょう。失礼ですが、お前さんはこちらのおかみさんですかえはい、徳次郎の姉でございます。と彼女は目をしばたたいていた。徳蔵もほかにこれという身寄りもなし、あれ一人を頼りにしていたのでございます。返す返すも飛んだことで、 実にお察し申します。半七は繰り返して悔やみを述べて、それからだんだん聞き出すと、徳次郎は九つの春から山城屋へ奉公に出て、今年で足掛け八年になる。年の割には利口で小柄もいい。今年の正月の矢部入りに出てきた時に、隣の旅屋の女将さんが彼を見て、徳ちゃんは芝居に出る久松のようだと言ったら、 彼は黙って真っ赤な顔をしていた。そんなことも今では悲しい思い出の一つであると乙女はしみじみ言った。何分にも他に幾人も座っているので半七はその以上に切り込んで聞くこともできなかった。お弔いはと聞くと今日の七つ午後四時に深川の寺へ送るのだと乙女は答えた。 七つといえばもう間もないのであるから、いっそここに居座っていたら、そのうちに徳造も帰るであろうし、寺までついて行ったら、また何かの手がかりを見つけ出さないとも限らないと思ったので、半七は自分も見送りをすると言って、そのままそこに控えていると、やがて一人の若い男が帰ってきた。小太りに太った実定そうな男で、 乙女や他の人たちの挨拶ぶりを見てもそれが篤蔵であることはすぐに分かったその後から山城屋の番頭の李平と一人の小僧がついてきた李平は主人の名代に見送りに来たと言った小僧の乙吉は奉公人一同の命題であると言った乙女に引き合わされて半七は篤蔵に挨拶したが 李平は半七に挨拶していいか悪いか迷っているらしいので、半七の方から声をかけて、単に近所の知り合いのように罰を合わせてしまった。そのうちに弔いの時刻もだんだん近づいて、町内の人らしいのがさらに七八人も詰めかけてきたので、狭いうちの中はいよいよ押し合うように混雑してきた。その混雑に紛れて、 徳造夫婦の姿がどこへか見えなくなった。三。半七はそっと立って台所の口から覗くと、夫婦は裏の井戸端に立っていた。裏は案外広い空き地になっていて、井戸のそばには夏の日よけに植えたらしく、葉のない一本の青切が大きい枝を広げていた。 その霧の木を背中にして、乙女が何か小声で亭主と話していたが、その様子がどうも穏やかでないらしく、普通の相談事でないように見えたので、半七は半分締め切ってある腰高の障子に身を隠して、二人の様子をしばらく伺っていると、夫婦の声は少し高くなった。だからお前さんは育児がないよ。 一生に一度あることじゃないじゃないか」と乙女は罵るように言った「まあ静かにしろよ」「だってさあんまり悔しいじゃないか」「こうとしたら私が行けばよかった」「まあいいよ人に聞こえる」「徳蔵は女房をなだめながら思わず後ろを見るとその目があたかも半七と出会った」 そんなことに慣れている半七は、そこにある手桶の水をひしゃくにくんで飲むようなふりをして、早々に元のところへ帰ってきた。夫婦もやがて帰ってきたが、乙女の顔色は前より悪かった。時々険しい目をして、いまいましそうに李平を睨んでいるのが半七の注意を引いた。やがて葬式が出る時刻になって、 三十人ほどの見送り人が早お家について行った。それでも天気になって徳ちゃんは五章がいい、などというものもあった。弟の葬式ではあるが、何かの世話を焼くために徳造も一緒に出て行った。乙女は角送りだけで家に残っていた。雨は晴れたが、本所あたりの道は悪かった。そのぬかるみを渡りながら、 半七はわざと後の方に引き下がって、李平と並んで歩いた。独蔵はまたお店へ行ったんですかえと半七は歩きながらそっと聞いた。また押しかけてきて困りました。独蔵は三両の弔い金をもらって一旦帰ったのであるが、昼過ぎになってまた出直してきて、どうでも葬式を出す前に、 この一件の拉致を開けてくれと迫った。自分の家の収支は仮想であるから死骸を焼いてしまえば何も証拠が残らないことになる。どうしても死骸を寝かしている間に何とか決めてくれないでは困るというのであった。山城屋でも持て余して半七の家へ使いをやると彼はもう出てしまった後なのでどうすることもできなかった。 何やかやともん着しているうちに、徳蔵の声はだんだん大きくなるので、山城屋の主人もがを負って、彼の要求する三百両に対して百両を提供して、この以上はどうしても聞くことはならない。ここで不承知ならどうともしろと言い渡すと、徳蔵の方でもがを負って、とうとうそれで納得することになった。彼は百両の金と引き換えに、 弟の死骸を引き取ることについて何の苦情はないという後日のために一冊を書かされた。その話を聞いて半七はうなずいた。ああ、そうでしたか。だがまあ、それで無事に収まれば結構でしょう。何しろこんなことの失態したのがお互いの災難ですからね。どうも仕方がございますまい。と、 李平はまだ諦めきれないように言った。そこでつかんことを聞くようですが、おこのさんは針仕事をしますかえあはい、針仕事は上手でございまして、それに何にも用がないもんですから、隠居所の方で毎日何か仕事をしております。半七は考えながらまた聞いた。私は知りませんが、 裏のいんいうのは広いんですかえい,いえ、それほど広くもございません。女中部屋ともで沼ばかりで隠居は大抵多くの四畳半の部屋に閉じこもっております。娘は針仕事をするんじゃ明るいところにいるんでしょうね。南向きの横六畳で前が庭になっております。そこが日当たりがいいもんですから。 いつもそこで仕事をしているようでございます。店の方から庭伝いに行けますか木戸がありまして、そこから隠居所の庭へ入れるようになっております。なるほど。と、半七は思わず微笑んだ。それから、その隠居所の奥野さんのいる六畳の部屋で、近い頃に障子の切り張りでもしたことはありませんかえさあ、そう いは少し考えていた隠居所の方のことは詳しく存じませんがそういえば何でもこの月の初めに隠居所の障子を猫が破いたとか言って小僧がリバれに行ったことがあったようでしたしかしそれはおこのさんの部屋でしたかどうでしたかおいおい音吉」2。二三軒も先に立っていく小僧を呼び戻して李平は聞いた。 この間、隠居所の障子を切り張りに行ったのは、お前じゃなかったか私です。と小僧は答えた。おこのさんが、いつも仕事をしている六条の障子です。何でも猫がいたずらをしたとかいうことで、下から三、四段目の駒が一枚破けていました。いつ頃だか、その日を確かに覚えていないかえと、半七は聞いた。 覚えています。お節句の日でした。半七はまた微笑んだ。それぎりで三人は黙って歩いた。そのうちに深川の寺へ行き着いたが、葬式は極めて簡単なものであった。山城屋から三両という弔い料を取っておきながら、こんな投げ込み同様のことをするとは、随分ひどい奴だと半七は思った。 葬列の着く前に近所の者が二三人先回りをしていて、特造に手伝って何かの世話を焼いていたが、その中の一人が半七を見て丁寧に挨拶した。いやあ、神田の親分、お前様を見送りに来てくださったのですかえ道の悪いのにどうも恐れ入りました。それは浅草に住んでいる伝助という男であった。 三十二三の子作りの男で、表向きの商売は刻みたばこの二を担いで、書屋式の金番部屋や書宝の寺寺寺などへ売り歩いているのであるが、それはほんの世間の手前で、実は小白地などを売っているならず者であることを半七は知っていた。仇に見せかけても、なんとなく後ろ暗いところがあるので、 彼は半七に向かっては特別に腰を低く,くして、しきりに除才なく挨拶していた。飛んだところで嫌やな奴やに会ったと思いながら、半七はまずいい加減にあしらっていると、伝助は茶をくんできて小声で聞いた。親分も、篤造のうちをご存じなんですかえいや、兄貴は知らねえが、弟の方は山城屋さんにいる時から知っているので、 今日は見送りに来たのさ。何しろ若えのにかわいそうなことをしたよ。そうでございますよ。と、デンスケはなんだか腑に落ちないような顔をしていた。お前もこうして働いているようじゃ、徳造とよっぽど心安くしていると見えるな。ええ、時々遊びに行くもんですから。と、デンスケは曖昧な返事をしていた。 葬式が済んで寺の門を出ると、この頃の春の日はもう暮れかかっていた。帰るときに回送車は型の通りの塩釜を命め名いめいにもらったが、持って帰るのも邪魔になるので、半七はその菓子を山城屋の小僧にあった。そうして、そばにいた李平にささやいた。番頭さん、すみませんが、少しお話もしたいことがありますから、 小僧さんだけを先に返して、お前さんはちょいとそこらまで一緒に来てくださいませんか。はい、はい。言われた通りに小僧を返して、李平は素直に半七の後についてくると、半七は彼を富岡門前のあるうなぎ屋へ連れ込んだ。ここでは半七の顔を知っているので、丁寧に案内して奥の静かな座敷へ通した。 半七も利平も下こであったが、それでもまず一口飲むことにして、チョコを二三度やり取りした後に尺の女中を遠ざけて、半七は小声で言い出した。さっきも言うとおり、徳次郎の一件は、まあ百両で内催になって結構でしたよ。そうでございましょうか。後日に苦のないという一冊をこっちへ取っておいて、 死骸は今夜仮装になってしまえば、もう何もいざこざは残りませんからね。まあ、大出来と言っていいでしょう。旦那にもよくそう言ってください。そして、くどいようだが、当分は隠居所の方へ気の利いたものをやって、娘の体に間違いのないように気をつけるんですね。そういたしますと、と、李平は額に深いしわを寄せた。 やっぱり何かおこのさんにかかり合いがあるんでございましょうかありそうですね。と半七は真面目に言った。他のことと違ってもう詮議のしようがありませんよ。娘を捕まえて吟味をするのはよくないでしょうこの事件はすこぶる曖昧で確かな急所をつかむのは困難であるが半七の鑑定は まずこういうのであった。今まで口を聞くことのできなかった徳次郎が死に際にどうして話したか知らないが、彼がお好のに殺されたというのはどうも真実であるらしい。芝居でする久松のような美しい小僧は、二十六七になるまで一人寂しく暮らしている美しい娘と、主従以外の深い親しみを持っていたのではあるまいか。 そうして、ほんのつまらないいたずらが彼を恐ろしい死に導いたのではあるまいか。おこのが針仕事をしている部屋が庭に向かっているのと、その庭へは店の方から木戸を開けて出入りができるという事実から想像すると、徳次郎はいつもその木戸口から隠居所へ忍び込んでいたらしい。隠居は八十を越して耳も目も疎く、 子女は一向役に立たないので、その秘密を誰も悟らなかったのであろう。そのうちに、恐るべき酔いゼックの日が来た。その日、おこのはいつものように六畳の部屋で張り仕事をしていると、徳次郎も店の隙を見て、いつものように忍んできた。あるいは使いに行くふりをして出てきたのかもしれない。 彼は抜き足をして庭口から縁先へ忍び寄って、おそらく咳払いくらいの合図をしたであろうが、うちにはみすみすおこのの座っている気配がしていながら、わざとじらすように返事をしなかったので、彼は縁側へ這い上がって、締め切ってある障子の紙を舌の先で舐めて破って、その穴からうちを覗こうとした。それは子供のよくするいたずらである。 混せているようでもまだ十六の彼は、冗談半分にこうして障子の髪を破った時に、うちからそれを見ていたおこのは、これも冗談半分に自分の持っている縫い針でその下の先をちょいとついた。もちろん軽くついたのであろうが、時のはずみで針の先が案外に深く通ったので、うちでも外でも驚いた。しかし元来が秘密の事件であるから、 徳次郎は思い切って声を立てることもできなかった。それでも針の先でついたのであるから、たとえ一時の痛みを感じても、それが恐ろしい大事になろうとは、本人もお好みもさらに思いつかなかった。何か血止めの薬でも塗っておいて、その場はそのままに済ませたのであるが、あいにくその針の先には、 人の知らない一種の悪い毒がついていたらしく、店へ帰ってから徳次郎の傷ついた舌の先がにわかに強く痛み出して、ついに不運な美少年を死に誘ったのであろう。これは医者の原案から教えられた予備知識に半七自身の衰断を加えた結論であった。その苦しみの間に、 彼は全く口を聞くことができないのでもなかったかもしれないが、そこに秘密が潜んでいるために、彼はわざと口を閉じていたのかもしれない。宿へ下がっていよいよ最後の日が近づいたと自覚したとき、兄や姉にいろいろ問い迫られて、彼はとうとうその秘密を漏らしたのかもしれない。おこのさんに殺されたという一句は、 おそらく彼の偽りなき告白であろう。おこのの部屋の障子を切り張りさせたというのも、この事実を裏書きするものである。下から三四段目の駒といえば、あたかも彼が縁側へ這い上がって首をもたげたあたりに相当する。ことにその翌日、猫のいたずらといって張り替えさせた障子の破れは、 徳次郎という白猫のいたずらの跡であろう。舌の先でぬらして破ったのをさらに大きく引き裂いて猫の罪になすりつけるぐらいのことは二十七八の女でなくても思いつきそうな知恵である。こう戦時詰めてみると徳次郎の兄が山城へねじ込んでくるのも間違ったことではないらしく思われる。もちろん一方は主人。 一方は家来でしかもそれが他愛もない冗談から起こった災いである以上たとえ表沙汰になったところでお好み思いおとがめのないのは分かっているがそれから引いて徳次郎との秘密も自然暴露することになるかもしれないさなきだに主樹の噂を立てられている娘がいよいよ傷物になってしまわなければならない 山城屋ののれんにも傷がつかないとも言えない。また人情としても、徳次郎の遺族にそのくらいの贈り物をしてやってもよい。それが半七の意見であった。李平は息を詰めて聞いていたが、やがてため息交じりに言い出した。親分さん、恐れ入りました。そうおっしゃられると、私の方にも、 少し思い当たることがございます。4何か心当たりがありますかえ半七は利平の暗い顔をのぞきながら聞くと今度は彼の語る番になった。実は去年の冬でございました。隠居が風邪をひいて半月ばかり伏せっていたことがございます。 その看病に手が足りないので、店の方から小僧を一人起こしてくれということでしたから、あの音吉をやりましたところがあれは横着でいけないというので、一日で返されまして、その代わりに徳次郎をやりますと、今度は大層おこのさんの気に入りまして、病人の起きるまで隠居所の方に爪切りでございました。 その後も何か隠居所の方に用があるといつでも徳次郎をよこせということでしたが前のことがありますので別に不思議にも思っていませんでした正月のやぶ入りの時にもおこのさんから別にいくらか小遣いをやったようでしたそれからこの二月の初めごろでございました夜中に庭口の雨戸を毎晩揺すぶるものがあると言って 小女のお熊が怖がりますので、店の方でも心配しておこのさんに聞いてみますと、それはお熊が何か寝ぼけたので、そんなことはちっともないと固く言い切りましたから、こちらでも安心してそのままにいたしてしまいましたが、今となってそれやこれや思い合わせますと、なるほど、お前さんのご鑑定が間違いのないところでございましょう。 全く恐れ入りました。手前どもがそばにおりながら、商売にかまけて一向そのへんのことに心づきませんで、まことに面目次第もないことでございます。そこで親分さん、このことは主人にだけは内々で話しておくほうがよろしゅうございましょうね。旦那にだけは打ち明けておくほうがいいでしょう。 また、あとのこともありますからね。おきにさようでございます。どうもいろいろありがとうございました。ここの勘定は李平が払うというのを無理に断って、半七は連れ立って表へ出ると、雨上がりの春の酔いは暖かいもやに包まれていた。ちっとばかりの酒の酔いにむすら眠くなって、 もうお祭りでもないと思ったが、どうしても顔出しをしなければ義理の悪いところがあるので、遅くもこれからちょっと回ってこようと、半七はここで李平と別れた。浅草の並木で一軒、広麹で一軒、行く先々で祭りの酒を強いられて、下戸の半七はいよいよ酔いつぶれたので、広麹から籠を頼んでもらって、その晩の四つ、 午後十時すぎに神田の家へ帰った。帰るとすぐに寝床へ転げ込んで明日の朝まで正体もなしに寝てしまった。目の覚めたのは五つごろ午前八時で朝日はうららかに窓から覗いていた。眩しい目をこすりながら枕元のタバコ盆を引き寄せて一服吸っているとその寝込みを襲ってきたのは 小分の全八であった。親分、知っていますかえい,いや、この手たらくじゃまだ死んなさるめ。夕べ本所で人殺しがありました。本所はどこだキラの屋敷じゃあるめ。悪くしゃれちゃいけねえ。ア町二丁目の魚屋だ。アイ町の魚屋特造か。 よく知っていなさるね。と、全八は目を丸くした。夢でも見なすったかえうん。昨日浅草のお祭り行ってよくく拝んできたので、三者様が夢枕に立ってお告げがあった。下手人はまだわからねえかかかあはどうしているかかあは無事です。昨日の夕方弟のとむれを出して。 うち中ががっかりして寝込んでいるところへ入ってきて、集まっている香電をひっさらっていこうとしたやつを、徳造が目を覚ましてとっ捕まえようとすると、そいつが店にある味切りで、徳造の額と胸とをついて逃げてしまったんだそうです。かかあが鳴き声を上げて近所の者のを呼んだんですが、もう間に合わねえ。相手は逃げる、徳造は死ぬという始末で大騒ぎだから。 ともかくも親分の耳に入れておこうと思ってね。そうか。もう犬死は済んだろうな。そこで下手人のあたりはあるのか。どうもわからねえようです。と全八は言った。何しろカカアは取り乱してチガいのように泣いてるばかりだから何がなんだかちっともわからねえようですよ。泣くのは上手だろうよ。 女郎上がりだからな。と、半七はあざ笑った。ところで全ンパ、おめえはこれから鳥越へ行って、タバコ屋のデンスケはどうしているか見てきてくれ。あいつを何か調べるんですかえただその様子を何気なしに見てくりゃいいんだ。孫ついてけどられるなよ。ヨうガすすぐに行ってきます。しっかり頼むぜ。 全八を出してやって、半七はすぐに本所へ行った。昨日は弟の弔いを出して、今日はまた兄貴の死骸が横たわっているのであるから、近所の人たちは呆れた顔をして騒いでいた。表にも大勢の人が立って店を覗いていた。その混雑をかき分けて店へ入ると、女房の乙女は町内の地震板へ呼び出されたままで、 まだかされてこなかった昨日の葬式で近所の人とも顔なじみになっているので半七はそこらにいる人たちから篤造の死について何か手がかりを聞き出そうとしたがどの人もただあっけに取られているばかりで何が何やらよく分からなかった一番先にこの騒動を聞きつけたのは隣の小さい旅屋の亭主であった 魚屋のうちで何かドタバタするのを不思議に思って、寝巻きのままで表へ飛び出して、隣の店の戸を開くと、うちでは、泥棒泥棒という女房の叫び声が聞こえたので、亭主は驚いて、これも表で、泥棒泥棒と怒鳴った。この騒ぎで近所の者もおいおい駆けつけたが、賊は徳造を殺して裏口から逃げてしまったのである。 徳造は人から恨みを受けるような男でないから、これはおそらく香殿目当ての物取りで、徳造が手向かいをしたためにこんな大事になったのであろうと、旅屋の亭主は言った。他の人たちの意見も大抵それに一致していた。半七は店口に腰をかけてしばらく待っていたが、乙女はなかなか帰ってこなかった。 この間に半七は油断なくそこらを見回すと、昨日も今日も商売を休んでいるので店の流しは乾いていた。半台も片隅に積んであった。その半台の影の方に大きいサザエや赤貝の殻がいくつも転がっているのが彼の目についた。なかなか大きい貝だと思いながら彼は立ち寄ってその一つ二つを手に取ってみると、 貝はいずれも殻ばかりで、その中の最も大きいサザエはうつ伏せになっていた。そのサザエの尻を掴んで引っ立てようとすると、それはひどく重かった。横に転がして貝の中を覗くと、奥には何か紙のようなものが押し込んであるらしいので、すぐに引き出して改めると、それは確かに百両包みであった。包み紙には、 血のついた指の跡が残っていた。辺りの人たちに悟られないように、半七はその百両包みを懐に忍ばせた。まだ他に何か新しい発見はないかと見回しているところへ、表からかの伝助がふらりと入ってきた。商売に回る途中と見えて、今日はタバコの荷を背負っていた。彼は半七の顔を見て、 さらにうちの様子を見て少しちゅうちょしているらしかった。おはようございます。昨日はご苦労さまでございます。と彼は半七に挨拶した。今日もなんだか取り込んでいるようですね。うん、大おお取り込みだ。篤造はゆうべ殺された。へえ、と伝助は口を開いたままで突っ立っていた。 ところで、おめえに少し聞きていことがある。ちょいと裏へ回ってくれ。おとなしくついてくるデンスケを導いて、半七は横手の路地から裏手の井戸端へ回った。もうここまでお話をすれば、大抵おわかりでしょう。と、半七老人は言った。デンスケは、 乙女が吉原にいた頃からのなじみで、年が明けても自分の方へ引き取るほどの力もないので、相談づくで篤造のうちへ転げ込ませて、自分もそこへ出入りしていたんですが、よほど上手に合い引きをやっていたと見えて、亭主はもちろん近所の者も,も気がつかなかったんです。ところで不思議なことには、 その乙女という女は勤め上がりで、おまけにそんなふらちを働いている奴にも似合わず、恐ろしく海外しい女で、働くにはよく働くんです。世間体をごまかすためばかりでなく、全くなりにもふりにも構わずに働いて、一生懸命に金を貯める。色男の伝助には何一つ貢いでやったことはなかったそうです。 つまり、ケチなんでしょうね。そうすると、山城屋へ因縁をつけさせたのも、みんな女房の差し金なんですね。と、私は言った。無難そうです。亭主をけしかけて三百両巻き上げさせようとしたのを、徳造が百両で折り合ってきたもんですから、ひどく悔しがって毒づいたんですが、もう仕方がありません。 まあ泣き寝入りでいよいよ弔いを出すことになってしまったんです。じゃあ亭主を殺してその百両をもって伝助と夫婦になるつもりだったんですね。とまあ誰でも思いましょうと老人は微笑んだ。私も最初はそう思っていたんですが伝助を締め上げてとうとう白状させると。 それが少し違っているんです。伝助は確かに乙女と,と関係していましたが、今も言う通り何一つ貢いでもらうどころか、あべこべになんとかかとか名をつけて、いくらかずつ乙女に絞り取られていたんだそうです。そんなわけですから、今度の亭主殺しも乙女の一存で、伝助は何にも関わり合いのないことがわかりました。 なるほど。それは少し案外でしたね。案外でしたよ。それなら乙女がなぜ亭主を殺したかというと、山城屋から受け取った百両の金が欲しかったからです。亭主のものは女房のもので、どっちがどっちでもよさそうなものですが、そこが乙女の変わったところで、どうしてもその金を自分のものにしたかったんです。 それでも初めからさすがに亭主を殺す了見はなく、亭主の寝息を伺ってそっと盗み出して、台所の床下へ隠しておいて、よそから泥棒が入ったようにごまかすつもりだったのを、徳造に見つけられてしまったんです。それでも女房がすぐに謝れば、またなんとか無事に収まったんでしょうが、 乙女はいったん自分の手につかんだ金をどうしても話したくないのでいきなり店にある味切り包丁を持ち出して半分は夢中で亭主を2か所も切ってしまったいや実に恐ろしいやつでこんな女に出会ってはたまりませんそれでも乙女は素直に白状したんですね 番から帰ってきたところを捕まえて仙義すると初めはもちろん白を切っていましたがサザエの殻と金包みとを突きつけられて一も二もなく恐れ入りましたよそから入った賊ならばその金を持って逃げるはずわざわざ貝殻なんぞへ押し込んでいくわけがありませんおまけに包み紙に残っている指の跡が 乙女の指とぴったり合っているんですから動きが取れません。亭主を殺したドタバタ騒ぎで隣の旅屋が起きてきたので乙女は手に持っているその金の隠し場に困って店の貝殻へ慌てて押し込んだのが運のつきでした。当人の白状によると徳蔵を殺した後で一方の伝助と夫婦になる気でもなく かねて蓄えてある六七両の金とその百両と思って、故郷の名古屋へ帰って金貸しでもするつもりだったそうです。そうなると、色男の伝助も置き去りを食うわけで、命を取られないのが幸せだったかもしれませんよ。乙女は無論重罪ですから、引き回しの上、千住で貼り付けにかけられました。 これで魚屋の方の問題は解決したが、まだ私の気にかかっているのは、山城屋の娘の一件であった。一方にこうした重罪犯を出した以上、その百両の金の出どころも当然吟味されなければなるまい。ひいては山城屋の秘密も暴露されなければなるまい。それについて半七老人の説明を求めると、老人は静かに答えた。 やしのでた。せっかく無事に済ませたものをこの騒ぎのために何もかもバレてしまいました。おこのはそれについてもちろん吟味を受けることになりましたが小僧の一件はすべて私の鑑定どおりで下手人には取られずにまずことずみになりましたがもうこうなったらいよいよ遠遠くなって。 婿も嫁もあったもんじゃありません。山城屋でも諦めて、番頭の李平に因果を含めて、無理に婿になってもらうことにしました。李平もいろいろ断ったのですが、主人の方から私の方へ頼んできまして、李平をあるところへ呼んで主人は手を下げないばかりに頼み、私もそばから口を添えて、 どうにかまあ納得させたんです。娘も案外素直に承知して、滞りなく祝言の式も済ませ、夫婦仲も至極睦まじいので、まあよかったと主人も安心し、私も陰ながら喜んでいましたが、そのあくる年に、娘は死にました。病死ですか 私はすぐに聞き返した。いいえ、何でも6月ごろでしたろうか、ある晩そっとうちを抜け出して、忍ばずの池へ身を投げたんです。死骸が見つからないなんていうのは嘘で、ハスの葉の間に浮き上がった死骸は、確かに山城屋で引き取りました。いっそ死ぬならば、 婿を取らないうちに死にそうなもんでしたがどういうわけか分かりません。弁天様の申し子はとうとう弁天様に取り返されたのだと世間ではもっぱらうわさしていました。そうして身の日の晩には池の上で娘の姿を見たものがあるとか言っていましたが嘘か本当か知りません。